はいどうも、フッキングの角度は90度、太郎です。はい、今回のチョコプレはあのバズりまくりなロッド、ホワイトウルフ 62MLS になります。インプレッションに協力してくれたアングラーの方、いつもありがとうございますね。それじゃあざっくりと見ていきましょう。グリックは 23.5π で相変わらずの神デザインですね。ほんとね、ホワイトウルフのコルクグリップバージョンマジかっこいいっすよね。ほんと全部これにしたいんですけどもね、まあ相変わらずのねバルケニストなので指をくわえて見てるだけという感じです。はい、でガイドは KL ガイドにトルザイトリングという感じで、ガイドの配置はね今までのホワイトウルフとこれ多分違うんすよね。結構ガイド間隔が広い感じもしますね。多分根元まで一応配置してるのかな。まあそれがねスローテーパーと、あ言い忘れてましたが MLS の S はスローテーパーとのことですね。ミディアムライトのスローテーパーという感じです。はい、それでは使用感なんですけども、ブランクスがこれで ML ってぐらい結構ね細いんですけど、針がある感じでそこら辺が ML の硬さを維持してるという感じですかね。で、スローテーパーなんでね、キャスト時にバットも結構曲がりやすい印象で、以前ね、インプレッションさせていただいたバルケインのオーバーブレイズ MLHS ですか。あれをね、なんか細身にして高感度にしたって感じの使用感ですかね。なのでね、最近ずっと MLHS を使用させていただいてるので、結構ね、スッと入っていけるぐらいのキャストフィールでしたね。はい、で今までのねホワイトシリーズとはやっぱり若干違う感じがして、まあ、全体的に、まあ本当に個人的な意見なんですけど、全体的に曲がるところは若干ゴールドウルフ感がありましたね。まあ、もちろんねこっちはがっつり SL 対応してるとは思うので、まあ全然違うとは思うんですけどもね。で、ラインセッティングなんですけども、エステルラインやね、P ライン特化とのことですが、意外とね、モノフィラでスプーニングに使う方も結構多くて、なんでね、一応購入された方とかでも、エステルラインとか PE もそうなんですが、まあ、全ライン対応みたいな感じで使っていくと、いろんな表情を見せてくれるロッドだとは思いますね。ボトムとか、トリッキーなツリーに基本的には対応とのことなんですけどもね、それでもねやっぱりこうスプーニングで使ってしまうスプーニストも多々いるという感じですかね。はい、でまあなんともね未だに入手困難という感じなんですけども、最近ねあの個人的にむっちりなスローテーパーっていうのがブームなので、まあ、全然ね放流狩りに使用してもいいんじゃないかなっていう感じなんですけどもね。はい、ということでまあショートすぎますが、まあこんな感じで今回はここまでということで、物足りない方は他のロッドのインプレッションもご覧いただければなと思います。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。